本のおすすめでございまーす。どうも、まんぽでございます。今日は私が、えー、一番尊敬する作家、海光岳のパリという本をご紹介です。はーい。えー、っと、海光さん、ま、あ、私海光さんって言うんですけど、えー、今年没後30年で生誕90年経ちました。 えー、私この本を読み始めたのは、えー、一冊の本「フィッシュオン」っていう釣りの本でございますけど釣りの紀行文えっ、ー、とこれで私釣り好きになってしまいましたあのたけしさんはそのなんというのかなえー、文章の イメージその濃度がねすごく濃いんですよ。まあ、彼の言葉にを借りればミルクのような濃度で、えー、とってもね気持ちいいんですしかも読んでてでその事象の迫り方っていうのは彼の,あのベトナムの気候群 ルポルタージュなんかありますけど迫り方の希薄さもある一方を戦場の中にある日常を描いて、えー、人間の日常性っていうのかな、えー、その対比をしてそ,の、えー、そこの緊迫した情勢を描くっていう手法もしております。えー 私、ここに書いてますけど名言たくさんありますね若きの日に旅をせずば老いての日に何をか語る確かにそうなんですよねはいでね私の机の上には、えー、茅ヶ崎の記念館開口武の記念館が住んでたところが記念館になってるんですけど、えー、友達がお土産でいただきましたこの 言葉でございますね釣りの話をするときは両手を縛ってお、OK、け。まあこれはあのー、どん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 釣り、えー、俺が釣ったのはこれだよってだんだんこう手が広がってって、<laughs> そうなっちゃうよっていうことを言ってるわけですけど、まあこういうことを言わせたら、あのー、海の身に出るものはいませんね。はい もう私が好きなのを知ってるので友達が買ってきてくれましたお土産でまあええ開口さんの本がもう読めなくなった時にはもう亡くなった時にはねあのどうしようかと思ったぐらいもう好きで好きでたまらなくてもうすべての本を今まで読んでおりますあのー、読まなかったっていうのはないのないっていうことを言いたいがためにまた 図書館で本を借りてきました。これえっ、ー、といわゆる編集本ですね。えー、と解説解説に書いてっていうことで、えー、この太たけし大ファンのですね、作家の角田道夫さんが、えー、書いております。やっぱりね、あの太、ー、さんの文章に惹かれる人っていうのは、えー、やっぱりね、もう。 素敵な人多いですね <laughs> はいであの開口武はあのー、その自称を書くのに絶対逃げちゃいけないっていうのをプロとして、えー、魂に超えております例えばえー、言葉にできないようなおい,おいしい料理だったっていうふうに凡人は書いちゃうんですけど それではプロではダメだともうのたうち回って苦しんで苦しんでその美味しさを言葉にして伝えなければダメだっていうことを彼は言ってるわけですよですから、えー、そののたうち回り方苦しみ方もその文章に表れていて、えー、それはそれでね甲斐高志の人柄がよく出ててぱっ、えー、と,と見ね、えー、釣りのおじさんっていう感じかもしれないけども おー私はそう思ってます。はい、でまあ、あのー、あんまり熱く語ってもしょうがないのでどうかね甲斐高志はただの釣りのテレビでよく釣りやってたおじさんだと思ってる方若い方にぜひとも読んでいただきたい、まあ、思想とかそういうのは別にして、えー、ノーマルな形でその文章を読んでいただくと。 素晴らしい微文だなっていうのがね、わかるはずです。もう誰にでも読めばわかるはずです。どうか、カイコ・タケシのパリ、どうぞ読んでください。おすすめでございます。以上でございます。えー、マンポでございました。どうもありがとうございました。